アイプリ学園長先生にステージを届けるって話、ベタだけど好きでした。やっぱり過去にやってて今は禁止するって展開は、もう一度あの頃を思い出せた時のエモさが半端ないんですよね。最後のしょっぱいはこの塩レモンケーキでも嫌いじゃないってセリフがほんと最高だったね。来週も楽しみです。以上、アイプリのお話でした。